します。分かったよ。
厳禁なのだ。俺は変態アスリートだ。まったくもう。
禁なのだ。ちょっといいかな。ああ、赤鼻って人を探してるんです。俺会ったことはある。どこにいるかは知らないよ。いや、本当に知らない。他は当たってくれ。ちょっといいですか。なんだい。赤鼻って人を知りませんか。カムロ町のホームレスらしいんですけど。いや、知らないね。俺ここらに来たの割と最近だから。あ、そうですか。どうもお邪魔しました。
らっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。いい加減にしろよ。わっ、いらっしゃいませ。行くか。ありがとうございました。ちょっといいですか。人を探してるんです。赤花って呼ばれてる人なんですけど。赤花ね。そんなに赤くねえじゃねえか。やっぱそう思います？俺もそう思ったんですけど、仲間からはそう呼ばれてるみたいで。俺は知らねえよ。他は当たんな。そうですか。すみません、人を探してるんですけど。こっちは誰も探してないよ。お時間取らせませんから、お仲間に赤花って人いたりしません？こんなやついたな。今どこにいるか知りません？知らないね。カムロ町にはいないんじゃないの？もう長いこと見てないよ。そうですか。
ちょっといいかな。うん、兄ちゃん何？人を探してまして、赤花って人なんですけど。赤花？ちょっとわからないな。そうですか。けど仲間に聞けばわかるかもしれないよ。本当ですか？なあ、まあちょっと時間はかかると思うが。構いません、お願いします。いいよ、その代わりと言っちゃなんだが、兄ちゃんちょっとこのプレイパスで遊んできてくれねえか。これは？最近カムロ町振興会が新しく始めた遊びでさ、 VR スゴロク大級ってのがあるんだ。 VR スゴロク？体感型アトラクションっていうのか、実際に自分で動き回ってやる人間スゴロクらしい。でそのプレイパスがあると劇場前広場裏のゲーム会場でプレイさせてもらえるんだ。へえ、そんなのあるんだね。見事クリアすると景品だなんだが手に入るらしいんだが、ほらこの通り足が悪くてね、プレイできないのよ。動き回るとかだと、確かに大変そうですね。仲間たちも挑戦してるみてえだが、なかなかクリアできないらしくてな。兄ちゃんなら若いし期待できそうだからさ、俺の代わりに景品もらってきてくれよ。どうだ？面白そうだね。わかった、すぐにクリアしてくるからここで待ってて。おお、それじゃあその間に俺も仲間に知ってるやつがいないか聞いてみるわ。しばらく寝とけっての。
はい。よし、ゲームスタートだ。
ずいな。ここだ。
分かれ道か。さあ来い。左だ。これで上がりだ。よっしゃ。いらっしゃいませ。なあ。八神さん。おう。こりゃうまい。ありがとうございました。
ありがとうございました。Hehehe
し上がれ。美味しいですか？本当ですか？嬉しいな。いっぱいお話ししましょう。はい。八神さん、そうなんですか？やった！私、嬉しいな。八神さん、やった。あ、そういえば、そうなんですか？そうですね。
やった。ですか？Hehehe